はい、なんかブランディングにもがなんかよくわからんけど中国サーバーで勝率高いんでちょっと使ってみます。アーリーも高いんでね、どっちが強いかながバトルしていきたいと思います。かしかし、なんでこいつ勝率高いん。なんか手汗で動かんか、手汗ってか手にクリーム塗ってたからびしょびしょで動かんかった。やべ、ミスった。なくね、それ。これなんか大きくなったりちっちゃくなったりするやつ。あ、見させてくれないパーティーね。ファーストストライク稼ぎやすこいつ。あ、これ耐えれね、耐えないやつだ。絶妙なんやな。まだあれか、マナ吉。あ、ブランドのなんかハラスというか、これどっちがワイリフだとどっちがプッシュ早いんだ。この E つけて連城もつけてこれ早いんだけど、向こうだとあんま早くない実は。死んだんちゃう？あれ無理？さすがに死なんか。味方が倒されました。うわ惜しい。つけて E であれの方が早いかな。こっちの方が早いかな。どっちが早いんだろう。あそこね、これこんなんないわ。ミスった、絶対死んだよこれ。何がしたか、アーリのせいで俺今バグってたわ。アーリさっき使ったせいでなんか意味わからんことしちゃった。間違えた。さっきのアーリの練習しちゃったせいでさ、なんかできると思っちゃった。
できるわけないのにな。あ、こっちの方が早そうだね、プッシュ。恥ずかしい今のプレイ。入力速度足りなかったか。いやなぁ、ちょ、入力速度足りんかったな今の。タクノキ、いつか、なんか言っててくさ。マジ恥ずかしいわ今の。これ早いな。QEW だね。え、なんか倒してるやん。わあ。まあ、自分が生き残る方に使った方が良かったかな今の。最初のタワーが破壊されました。こっから仮面もまあなくはないけど、別にまあ相手育ってんの ADC だし僕でいいな。まずくね。たくまき、いつか、今のところ、なんでブランドが勝率高いんかわからん。今俺もわからん、今のところ。外した。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。敵のタワーを破壊しました。ノーフリーランチ、そいつスケールエグい。トップレーン、このチャンピオンを攻撃。よく、あいつコンボむずすぎてフラッシュイで妥協したから避けられたな。タワーが破壊されました。当てとけば。タワーが破壊されました。マサイロン、エグイナラスさんと大ダメージ入るけど、それでもそんなんな。ナイス。危ね。なんで狙ってこなかったの今。絶対死んだと思ったの。いいけどな。いや、いいよ、俺行くよ。俺行こうか。あ、いいのね。読むよ。シャットダウン。え、
これダメなんだ。えぐい。強っ。強れ。ブリセプね、マジで相性ゴミだった。ドットダメージにスロー乗んないがもう意味ない、ほぼ。悲しい気持ちになったもん、積んだ時。頭オラフだったな。敵を倒しました。竜巻一家今度使いがあったらブランド全部やってほしいです。ダーリン受けるわら。頭オラフだったっすね、あいつ。爆速で死んだぞあいつ。俺は世界を浄化する炎。マサイロン雑なオラフ笑。うん、すごい走ってくるオラフ。ああいうやつはでもさ、頭に登ってるからまた来んだよな。ダーリン、トップだ。ありがとうオラフドン。ムンド最強だなこれ、よう見たら。敵のタワーを破壊しました。ああファーム気持ちいい。分かったってごめんって。もうオラフだねってこいつ、やつは絶対さっきのやつ怒ってたよ。このビーム強すぎるよな。置けないときついな、さすがに。頭ムンドのやつもいます。味方が倒されました。ドラゴンを攻
あ、今足りてないの早かったか。竜巻一家、バロンメカは一番育ってないやつが乗るが正解なの。そう。なに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 なやばい、オラフめっちゃ走ってくる。俺もう、もうラバドン入れたすぎて、もう通り魔ラフドン。あれバロンでやってないんだ。うまい。一家、雪村さーん。ムンド強すぎんか。ムンドが、ムンドが強すぎるんだこれ。その日人類は思い出した。ムンドが最強であることを。ブーム。強いんか。こいつなんか地味じゃね。仮面で青バフもらってってやったらまだ。いやでもどうなんだ、結局スキル書いてんだよ。3万1000か。皆さんもコメントで教えてください。ありがとうございました。浅いですけど。